去る10月28日、ここ千葉県市川市にある山崎製パン総合クリエーションセンターを会場に、第6回首都圏選挙セミナーが開催されました。今回は、人生100年時代希望ミニストリーの実際と題し、高齢化社会における教会の可能性が分かち合われました。その講師の一人目は、ゆりかごから天国までを合言葉に、地域に密着した伝道を展開している土浦恵教会顧問牧師の清野克彦氏。高齢者にも力を入れるようになったのは、清野氏が赴任した1990年から、高齢者の集い、その名もキラキラ会が発足したことに始まります。そんな高齢者のことを思った提案は、実は教会の信徒からでした。前任の牧師、あるいはそれ前、その前の宣教師たちも非常にいい教職たちで、信徒が非常に育ってましたね。命に躍動している教会でしたので、はい、特別なことではなかったと思います。でもすでにおられるお年寄りの方々をとがほっとしてもらえる教会にしましょうと。キラキラ会ではゲームをしたり、食事に行ったり、旅行に行ったり、また教会付属の幼稚園の子どもたちと触れ合ったりして、お年寄りの皆さんがまさに生き生きとキラキラ輝くようになりました。その教会の一ミニストリーは、需要がどんどん増え、介護保険法の成立を機に介護事業へと発展し、今では居宅介護、通所介護、訪問介護、介護タクシーと幅広いサービスを提供しています。また同協会では、仏教が根強く生きる日本の通過儀礼に対し、聖書的通過儀礼の開拓に努め、望みなき悲嘆から望みあふれる葬儀を打ち出し、世の中の葬儀の概念を覆してきました。その方法論や具体的な実践例からは、たとえ宗教が違う遺族に対しても愛と敬意を表し、宣教の機会となるよう徹底した配慮がなされている様子がうかがえます。しかし、高齢者だけに注力しているわけではありません。その福祉理念、信仰告白共同体から信仰生活共同体へに基づき、土浦恵教会では、これまで幼稚園、高齢者、チャーチスクール、障害者といった地域のニーズに応えて、包括的にあらゆる年代に活発に働きかけています。教会の理念でも、全年齢層がそれぞれの年にふさわしく輝くようにということですよね。それに努力しています。続いての講師は、大阪堺市でデイサービス、有料老人ホームなど総合介護サービスを展開しているシャローム株式会社代表取締役の又木康和氏。2000年に創業し、19年目を迎えたシャロームは、その名の通り、心に平安を与え、喜び、安らぎ、希望を分かち合う場です。現在職員700名、利用者、入居者合わせて2000名以上という大企業に成長しました。当初はデイサービスが中心でしたが、せっかく出会った方がやがて自宅から老人ホームに入居すると、そこで縁が切れてしまうことに悔しさと切なさを覚えたことで、住宅型有料老人ホームハレルヤの設立に至ります。後半の8年間で5号館まで立ち上げましたが、それらは24時間看護師が常駐するナーシングホーム、認知症患者対象のホーム、在宅復帰を支援するホームなど、施設ごとにコンセプトが異なり、一人一人がその人らしい生活を送ることができます。そんな一人の人生の最後の時を大切に思い、最善を尽くすシャロームの経営理念は、キリストの精神と聖書の言葉を基本とすること。毎朝社員は朝礼に出て、御言葉と祈りを持って一日を始めます。クリスチャンの職員は約1割ですが、聖書に従いながら神と人に仕える彼らの姿を見てきた福岡さんは、6年前に信仰を持ちました。
まあ、一生懸命頑張ってるけども報われないと言いますか、満たされない。受選してからは、やはり何のためにやってるのかっていうのが明確になって、ブレなくなりましたね。またあと自分の成功、自分の目標達成ばっかしを今まで考えてたんですけど、人の目標達成、あるいは人の幸せが自分の幸せになる、そういう、こう発想の転換になりましたね。人生100年時代を踏まえ、また岸は最後に、教会の中でも介護支援のために活用できる時間、スペース、人材などがあるなら、ぜひ福音伝播のためにも取り組んでほしいと励まします。なぜなら死の先の希望を知っているのはクリスチャンだけ。人生の最後に出会い、その希望を伝えられることこそ、クリスチャンが介護事業をする特権と喜びだと私は言います。また一方、自宅介護について、家族が頑張るのも素晴らしいが、こうした専門のサービスを利用して、一人で抱え込まないでほしいと助言します。どうしても、ね、こう抱え込んでしまうんですね。その自分の両親とか自分 の, この介護官とかってこうあまりこうそういうフォローというか専門職の方に委ねるということもこう何かこうしてはいけないことだというふうに思いがちなんですけど、でもそれによって自分の体調とかメンタルが崩れるんやったらやっぱりそれは望んでないので、自分全て背負うんじゃなくて第三者にそうやって任せるというのもやっぱり一つの方法なんじゃないかなと思うんですね。講演後は各テーブルでグループディスカッションが持たれ、それぞれ話し合われた意見が分かち合われました。一つ大きなチャンスではないかというモデルがもっと紹介される必要があるのでは。人生100年時代、どれだけ年を重ねようとも、いつまでも輝いた人生を送ることはできます。それを可能にする希望ミニストリーがさらに増し加えられることを期待します。